ですよね。やっぱりもう4年に一度だし、90分しかないし、あの上手い下手っていうものを見せ合うような試合ではないので、点を取る取られないっていうところを戦えるか戦えないかっていうことが一番大事なので、もう最後は気持ちでやりきって、最後どっちが笑ってるかっていうところなので、そういう意味ではあのいろんなあのやり方とかってありますけど、最終的に戦えた方が勝つのかなと思ってます。